皆さんこんにちは。オーディオアンプにはプロテクションリレーがついています。この部品の普段の役目は電源を入れてからアンプの出力が安定するまでのミューティングです。異常が起きた際はアンプを保護したり、過大な電流がスピーカーに流れ込むのを防ぎます。これは中古のプロテクションリレーです。中身を見てみましょう。電気接点が真っ黒ですね。リレーの接点は時間とともに劣化してダンピングファクターを悪くします。左右で音量が違って聞こえたり、ほとんど音が聞こえなくなることもあります。交換すると復活しますが、同じことが起こります。なぜこういうことが起こるのでしょう。劣化を防ぐにはどうしたらいいのでしょう。今回はこれについて解説していきます。先ほどのリレーをもう一度見てみます。黒い汚れの正体はカーボンとサビです。中心の光る点は溶けた金属です。実際に接触しているのはこの小さな一点です。他のリレーを分解してみます。これも黒く錆びていますが、光沢のある点を確認できます。これで大丈夫なんでしょうか。こちらはリレーの耐久試験をするために作った実験装置です。発信機に連動してリレーを動作させる簡単な回路です。実験の前に黒くなった接点を磨いて、新品の状態を復元します。発信機をつないでリレーを動作させます。接点に 0.5 アンペアの電流を流して電圧を確認します。電圧が小さいほど接触抵抗が小さくなっています。左右で少し違いますが、だいたい7から8ミリボルトです。1ワットの負荷で接点を開閉します。1回の開閉がアンプの電源オンオフ1回に相当します。この速度の1分は1日1回アンプの電源を入れた場合の1年に相当します。30分で30年です。30年分の動作が終わりました。さてどうでしょう。さっきと同じように接点の電圧を確認します。だいたい5から7ミリボルトです。実験前より小さいですね。これはどういうことでしょう。接点の状態を確認します。黒いカーボンが見えますが、真ん中に光沢のある点が確認できます。暗くして接点を観察します。火花が出ていますね。この火花が酸化皮膜を破壊して新しい金属を露出させます。光沢のある点はこの働きの結果でした。火花が接点をきれいにする作用をセルフクリーニング効果と言います。火花が出ない小さな負荷で使い続けると、接点にサビが蓄積して接触が悪くなることが知られています。アンプの電源を入り切りするときは、音を出していないことが多いと思います。これが接点の劣化が進む原因と考えられます。接点が錆びると接触不良になるという話でしたので、その現象を再現します。
できたものに希硫酸を加えます。泡が出ていますね。このガスは電気接点を強く腐食します。銅の板で試験片を作ります。オイルの効果を検証します。これはいつもメンテナンスに使っている専用オイルです。比較のために市販の商品を塗ります。これは塗ってから1分後に洗い流すタイプです。レシピ通りに作業します。エアーでアルコールを乾かします。見た目は塗る前と変わらないですね。試験片をガスが発生した瓶の中に吊るします。さてどうなるでしょう。上の試験片はオイルを塗ったもの、下は市販の商品を塗ったものです。オイルを塗った方は銅の光沢がありますが、下は錆びています。念のためもう一回同じテストをしました。同じ結果です。導通を確認します。オイルを塗った方は導通があります。錆びたところには導通がありません。オイルを塗ることで錆を防げることが確認できました。ちなみに比較に使った市販の商品ですが、全く効果がないというわけではありません。ガスが薄い時に効果があることを確認しています。プロテクションリレーに使うためには火花が飛ぶ接点でも問題ないことを確認する必要があります。もう一度接点を磨きます。片方の接点だけオイルを塗ります。負荷は1ワットです。これは接点の電圧です。オイルを塗ったところがちゃんと導通することを確認します。30年分の動作結果を確認します。矢印の先が接触点です。左は裸の接点、右はオイルを塗った接点です。裸の接点は若干黒くなっています。オイルを塗った方は割と綺麗です。特に問題ないようです。大きな電流を流した場合はどうでしょう。これは30年間12ワット相当の負荷でオンオフした場合の結果です。オイルが黒くなっています。これはカーボンのスラッジです。接点は問題ありません。裸の方よりも綺麗です。オイルを火花が出る接点で使うとスラッジで汚れますが、頻度が低ければ問題ありません。これでプロテクションリレーのような普段電流が流れない接点の錆止めに問題なく使えることを確認できました。以上の結果をまとめると次の通りです。アンプのプロテクションリレーに接触不良が多いのは、
長年低負荷で使われてきたためと考えられます。リレーの接点は火花を飛ばすことで正常に機能する仕組みになっています。火花が飛ばない低負荷で使い続けると錆が蓄積して接触不良の原因になります。錆止めに効果のあるオイルを塗ると接点の錆を防いで寿命を伸ばすことができます。リレーのような火花が飛ぶ接点に使っても問題ありません。ただしオイルなら何でもいいというわけではありません。選ぶ時のポイントは次の3点です。一番のなくなるというのは、塗ったはずのオイルがいつの間にか見えなくなってしまうことを言います。グリスの場合はオイルが枯れて塊が残ります。ちなみに動画で出てくる専用オイルは材料をブレンドして作ったオリジナル品です。プロテクションリレーが接触不良になるのは時間の問題です。アンプの中にはプロテクションリレーが使われていない商品もありますので、これからアンプを選ぶときはこのような商品を候補に入れてみてください。ご視聴ありがとうございました。